私あり。最近の我が家はこれ使ってます。あったかい電気アンカー、ペット用の電気アンカーを忍ばせてます。おはよう。じゃーん、ちょっとうちがグレードアップしました。これが僕の作業スペース。かわいいね、君もかわいいね。家具も買い揃えましたね。このソファーは中は真っ白い、レザーの真っ白いソファーだけど、こういうソファーだ。この机すごいいいよね。これこうやって、これでこう高さ調整が楽なんだ。それに合わせてパックの階段も新しく買い直してますね。パックさんどうですか？朝からルームツアーしてる。だって暇だから今日休みだし。俺休みの日だとすこぶる元気じゃん。いや、いいですね。しかも白と黒を基調としたこの統一感。今日洗濯しといてね。2ヶ月半ぶりの朝散歩行きますか。2ヶ月半ぶり。天気いいし、ね、マアとパパとお散歩行く？行く？いや、行く。お散歩？お散歩の道中覚えてるかな？ね、行くの。はいよ。シャムシャムだからさ、今。寝るかな、起きて5分だからこんなにボサボサ。いつもの場所でうんちした。ほんとだ。あとうんちの場所覚えてたの？パークパーク走らないよ、パーク走らないよ。ちゃんと動いてる。よかったね。うん。見て、ちゃんと歩いてる。楽しみ。歩いてて気持ちがいい季節だね。ね。公園行きたいね、パク。綺麗じゃん、落ち葉も。ね。僕、足洗ってきます。毛も生えてきたね、ちょっとずつだけど。消化が気になるからふやかしてんだよね、ちょっと。うん、消化はね、やっぱ昔から多分悪いんだよね。うん、先生に縦だけはもういらないって言われたけど、うん、やっぱでもちょっと気になるからふやかして消化を助けようと。竹立て誰ですか？何の話？おわんわん、おわんわん、おうち取った？うん、取ったよ。これ何ですか？これ何ですか？災害時に役立つ防災用品、防災セット2人用62点セット、これ何ですか？
なんかね、これやばいよ。あのある日突然夜になんかデンちゃんがって言ってベッドから起き上がって、でなんかすごいソワソワしソワソワしてて、で俺その時に一緒に起きたんだけど、まあなんかソワソワしてるなぐらいで思ってたら、次のこの夜を超えた朝になったら、なんかパパごめんねって言うから、どうしたのって言ったら、なんか夢でね、あの被災する夢見てやばいと思って、被災してると思って、私防災バッグ買っちゃったとか言って防災バッグを寝ぼけてポチるっていう、でしかもその値段がまたすごいっていう、1万8000円ぐらいだったかな、まだね2万円の防災バッグだったからよかったけど、寝ぼけてさ何十万も使ったらやばいよ。ダメじゃん、めっちゃやばいでしょ、寝ぼけて2万円使うやつ。まあ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 、ほら安心材料わかる。日本はさ災害が多いじゃん、だからこれ別にあってもいいかったけど、うん、まあ100歩譲って、なんかほら寝ぼけてさ夢でゲーム買っててさ、で起きたらさ、あゲームあったかもと思ってさ、あの自分でさそのゲームしまったところのお尻探しに行って、あ夢だったかみたいなくだりあるじゃん。でも寝ぼけて金使ったことはねえなと思って。でもこれ一つさ失敗だったのがいっぱい入っててさ、いいんだけどさ、いざ行こうと思って、うん、持ってない。そうね、そうこれね、重いね、何せこれ62点も入ってるもんだから、ママ一人で逃げようってなったら多分持ってない届いてから重いと思って口コミ見たら、充実してるけど重いですっていっぱい書いてある本末転倒だよ、ね、でもこれパパが持てばいいよ。パパいなかったらどうすんの。え引きずる、被災するよそんなことしてたら。肩痛い。玄関に入って、なんか顎痛いと思ったらニキビできた、最悪だ、なんてこった。旦那さんのお母さんがくれた花畑牧場のコーンパン、めっちゃうまいんだよねこれね、うん、花畑牧場のコーンパン、すごい真ん中に置くんだだいたいこういうところの真ん中にさ置くけどさ、なんかへえ来たんや。電子でレンジでチン。何それ。いやレンジでチンって言う？言わないの。何の話？チンしてって言わない？あ、言う言う。いいじゃん。チン以外なんかある？一番最近食べたチーズケーキ。強いな。チンペーパーだって。ねえ笑って。めでって。ちょび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 。ちょび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 。ニヤニヤが止まらないやん。ニヤニヤが止まらないじゃない、あなた。出てんな。まあ、お仕事だとすれば今日やばいよ、うん、早く準備しないと、ね、あと10分で出れなきゃ、 あと10分で出ないと。ママの準備は5分で終わりました。何て言ったってすっぴんですから、歯磨いて顔洗ったら終わり。早く行ってくるね、ママお仕事。2ヶ月半ぶり散歩見てくれてありがとうございましたって、またまた見てくださいって。バイバーイ。よし、お見送りしよう。ちゃんと防災バッグ持った？いや、持ちません。バイバーイ。洗濯回そう。